叫びは、ノルウェーの画家のエドバルド・ムンクが1893年に制作したムンクの代名詞とも言える、油彩絵画作品。ムンクは同年と1895年に、パステル、1895年に、リトグラフ、1910年に、テンペラで同じ代名、同じ構図による作品を描いており、前後点の叫びが存在している。幼少期に母親を亡くし、 思春期に姉の死を迎えるなど、病気や死と直面せざるを得なかった1890年代の文句には、愛と死とそれらがもたらす、不安をテーマとして制作し、フリーズオブライフと称した作品群がある。叫びはそのうちの一作であり、最も有名な作品である。また、同題名、同構図の作品群、叫びの中で、世界的に最も著名なのは、 最初に描かれた油彩の叫びであり、オセロ国立美術館が所蔵している。極度にデフォルメされた独特のタッチで描かれた人物、地のように赤く染まったフィーオルドの有形と不気味な形、赤い空に対比した暗い背景、遠近法を強調した、秀逸な構図の作品である。この絵は、ムンクが感じた幻覚に基づいており、 ムンクは日記にその時の体験を次のように記している。つまり、叫びはこの絵で描かれている人物が発しているのではなく、自然を貫く派手しない叫びに恐れをののいて、耳を塞いでいる姿を描いたものである。なお、ムンクがこの絵を発表した際、当時の評論家たちに酷評されたが、後に一点高く評価されるようになった。エーケベルグの街は、 高台からオスロとその先のオスロフィオルドトリトグラフ、ノルウェー人実業家のペッター・オルセンが所蔵し2012年5月2日に、米国ニューヨークでサザビーズにより競売にかけられ、1億1990万ドルで落札されたパステル画の5点が知られている。このパステル画の落札価格は、絵画の競売落札価格として、史上最高値となった。しかし、 イレハンメルオリンピック開会式当日の1994年2月14日にオセロ国立美術館所蔵の油彩画が盗難にあった。ロンドン警視庁美術特捜班によるおとり捜査で過去にもムンクの作品を盗んだ前科のある犯人に画唱を通じて接触、同年5月の犯人逮捕時に発見されている。ムンク美術館に収蔵されていたテンペラ画は 油彩がマドンナと共に2004年8月22日に盗み出されたが2点とも2006年8月31日にオスロ市内で発見された。ただし、叫びは液体による損傷を受けており完全な修復は不可能だった。2008年5月23日から文句美術館で完全に修復されたマドンナと共に展示が再開されている。 ノルウェーの国立美術館が所蔵する版には、左上隅に、カンクン、ベーラ・マレット・ AFEN があガル、マンドという、肉眼では確認できないほどの鉛筆による書き込みがある。これは、この版が描かれた11年後の1904年に、コッペンハーゲンで展示された時に初めて気づかれた。これまでは評論家や展覧会の訪問者によるものと思われていたが、2021年2月に、 赤外線調査や筆跡の鑑定によって文句自身によるものと結論付けられた。1895年にノルウェーで初めてこの絵が公開された際、激しい批判に加え文句の精神状態を疑う声まで上がり、文句がそれに反応して描いたのではないかという説がある。世界に広く知られている上に強烈な印象力とテーマ性を特徴とする叫びは、 大衆文化の表現媒体において発想のヒントとされたり構図や人物を真似たパロディが制作されたりといった形で扱われることも多い。日本においては叫びを含む公式の文句作品展に合わせて叫びに触発された芸術作品の展覧会が展示されたほか公認のパロディ商品が発売された。ありがとうございます。